おはようございます、えー。コメント返しをしていきたいと思います。えー、と、これは2024年の6月の中旬にアップした動画ですね。教えて、あなたが好きなマイルス・デイビスのジャケット5枚というタイトルの動画ですけれども、いただいたコメント。まず、ミスター・ノブチャンさんからのコメントを紹介したいと思います。漫画家のラズウェル・細岸氏が、確かジャズ批評紙の対談記事、かっこ、うろ覚えですすいません。 の中で最高のジャケットデザインと大推薦していたのがトニー・ウィリアムスのスプリングブルーノートでしたねトニー・ウィリアムス・ドラムスウェイン・ショーター・サムリバース・テナー・サックスハービー・ハンコック・ピアノゲイディ・ピーコック・ベース1965年8月12日ドコン とといいうううコメントでした、えー、Mr. のぶちゃんさんどうもありがとうございます私もね、スプリングのジャケットデザインはすごく大好きなんですよね。で、以前も私、ジャズ批評にですね、書いた記憶ありますね。好きなジャケットか、なんかブルーノートのジャケットをいくつか選んでかなあ、私が好きなジャケット特集かなんかでの1枚に スプリング選んだ記憶がありますねなんか嬉しいですね私が敬愛する漫画家ラズエル細木さんと同じセンスだったんだな私はなんて思ってね <laughs> まあスプリングはやっぱ本当ね素晴らしいインパクトありますねあの大胆にこのそぎ落とされたこのシンプルなデザインそれゆえの力強さでまるで本当に中身の 音を象徴しているかのようなジャケットですよねでジャケット裏返すと何も書いてないんですよね。<laughs> で、私は日本版の CD を持ってるんですけど、優衣昇一さんが解説書いてるんですけど、優勝昇一さんもきっと困ったんでしょうね。ずっとなんかトニー・ウィリアムスのプロフィールばっかりなんか書いていたような感じがしますね。それであの裏面には何も か書かれてないのであると。ジャケット裏面に何も書いてないのであるで、確か終わっていたような気がしますね。で、確かなんかマイルスは音楽そのものに語らせろと言っていたが、トニー・ウィラムスもそれ,をそれと似ているとかま、まさにその師匠の考えを受け継いでいるみたいな、なんかそういうような感じの内容だったような気がしますけれども、今ちょっと CD 棚をあさりながら喋っていたんですけど、あったあったこれだよ。ちょっと見てみようかな。 アンソニースプリング、アンソニー・ウィリアムスなんですよね。で、ほら、ジャケット裏返すと、トニー・ウィリアムス、ひげを生やしたトニー・ウィリアムスのが、ちょっと目をつぶって、ってか、下を向いてるから目をつぶってるように見えるのかな。うつむいて、それで、あのスティックを持っている大きな写真があって、あとは、ウェイン・ショーターとかサムリバースとか、パーソナルが書いてあって、ブルーノート、ST84216 って大きいフォントがあってですね、あとは、曲名、 しか書いいてないんですね曲名とスプリング・アンソニー・ウィリアムスぐらいしか書いてないんですよで。普通はブルーノートの裏ジャケにはレナード・フェザーさんとかをはじめとしたねジャズ批評家の解説文が書いてあるんですけど、これには書いてないんですよね。<laughs> なので、えーあ、そうそう、これ。で、結衣昇一さんの解説。これも短いんですね。すぐ終わっちゃうんですよね。で、えー、っと、 とにかく現場には一切解説がないのであるっていうので終わってます。ちょっとこれ面白いからちょっと読んでみようかな。えー、スプリング・トニー・ウィリアムス解説、由井翔一。今ではトニー・ウィリアムスで通用する彼だが、デビュー当時は人気絶頂のコーラスグループ、ザ・プラターズのリードボーカリストに同名のトニー・ウィリアムスがいたため、ことさらアンソニーを名乗っていたようである。 簡単に略歴を知る,すと,知るすと、1945年12月12日、シカゴの生まれで、幼児に、えーボストン、ボストンに移り、まあ、幼い時にボストンに移り、9歳の時、ドラマーになることを志したという。アイドルとしたのはマックス・ウォッチ、エルヴィン・ジョーンズ、フィリー・ジョー・ジョーンズ、アート・ブレイキーだという。だが、僕の見るところ、彼のドラムスタイルは、ローチやブレイキーを始祖として発生し、ハードバップへ進んだ、新シル派路線とは、 一線を画する新しいものでむしろロイ・ヘインズからエルビン・ジョーンズを経てサニー・マレーに至るバイパス上に存在するといった方が的確ではないかと思われる確かにそうですね特にロイ・ヘインズのスタイルあの規則的にシンバルを叩かないというところはかなり影響を受けているような気がしますねでボストン時代に支持したのはアラン・ドーソンであったドーソンは彼に一音一音を明晰に叩き出すことつまりク,クリアリテ,ィクラクラリティを口を酸っぱくして えー、教え込んだクラリティクラ。クリアリティじゃなくてクラリティって書いてある。C-L-A-R-I-T-Y。クラリティ。この英語の意味忘れちゃいました。<laughs> まあい,いや、まあ、一応一応明晰に叩き出すこと、クラリティなんですね。と、クラリティ、クラリティと口を酸っぱくして教え込んだわけですね。アラン・ドーソンはね。彼が一音一音乱れなく、複雑なポリニズムを作り出していく裏には、この教えが刻み込まれているのである。 まだスプリングの解説はには至ってないですね。で、えー、ボストン時代に共演して、相互に刺激し合った仲間に、このレコードでも共演しているサムリバースがいる。ボストンのバークリー音楽院に留学していた秋吉敏子は、まだ10代の少年だったトニーと何度かグループを組んだことがあったという。62年、ボストンのコノリークラブでハウスドラマを務めていたとき、 巡業してきたジャッキー・マクリーンに認められニューヨークに出た6 0年暮れのことであるそしてマイルス・デイビスとの出会いとなったまだこのスプリングというアルバムの解説は出てきませんねで50年代のマイルスを聴いた後ですぐ60年代のマイルスに針を落としてみると演奏スタイルの何よりの違いがリズムの動きにあることがわかる モードを使ってメロディーとハーモニー面に新着層を打ち出したマイルスは10年後リズムの新着層を持ったビッチェズ・ブリューを発表しこれが70年代以降の有名なグループウェザー・リポートヘッドハンターズからクイーンシン・ジョーズにまで広範囲な影響を与え特にクイーンシー及びその一家に属するミュージシャンを主軸とするブラコンことブラックコンテンポラリーという今世紀後半の大衆音楽にまで深い影響を与えることになったのであったうーんまだスプリングというアルバムの解説には至ってませんね で60年代初め、マイルスがリズムのことを考え出したとき、まさにその時彼は天才少年、トニー・ウィリアムスと巡り合ったのであった。1963年、マイ,、えー、マイルスグループのドラマに採用されたとき、トニーはまだ17歳の少年であった。規定では未成年者が酒類を売る店で働くことを禁じられている。マイルスは関係から、 トニーをあ、しばしばトニーを別のドラマに変えるように勧められたが、断固として拒否し続けてきた。それほどトニー、当時のマイルスはトニーのリズムを必要としたのであった。サンフランシスコのジャズワークショップのオーナーは、マイルスグループが出演している間、取締官長とマイルスとの板挟みにあって、リッカーライセンス、かっ酒類、種、ま、類、えー、販売、許可証を返上していたというと。このアルバムは、 このアルバムはいよいよスプリングというアルバムの解説に入るかなと思い期待を弾ませて今読んでいますが、えー、トニーのライフタイムに続く2枚目のリーダーアルバムで1965年8月12日に吹き込まれたマイルスは自分のアルバムに裏解説がつくことは好まない音楽がすべてを語り尽くしている余計な解説は全く不要だというのであるコンサートのステージでも曲名をアナウンスしたことがない マイルスのコンボで世に紹介され、吹き込み当時マイルスの片腕として活躍し,活躍していたトニーが解説のないアルバムを作ったのは当然かもしれない。とにかく原盤には一切解説がないのである。以上 <laughs>。ついに、この現場というか、スプリングというアルバムの解説には到達しないまま、この結衣昇一さんのスプリングの解説は終わってしまいましたけれど。 マイルスは、現場には解説をつけない、ステージ上でも曲名をアナウンスしない、そしてトニーもあの <laughs> 解説をつけていない、だから、このアルバムにも、現場にも解説が一切ないのであると、じゃあ、ウェイン・ショーターがどうしたとかね、あの <laughs>、 ドラミングがどうしたとか2曲目はドラムソロだけだとかそういう解説一切なしの日本版の解説でございましたけれどもこれでいいのかゆいさんって当時は思ったものですねもうちょっとほら結構あ不思議なサウンド空間じゃないですかこの唯一無二と言ってもいい、まあ、ちょっと、まあ、フリージャズがかったすごくシャープなすごく知的な音楽というような印象だったんですね私はねなので あのもうちょっとね、解説とかその、ね、1曲目はどうとか、2曲目はどうとかでね、まあ、そういうのを読みたいなと思ったんですけれども、結局、だからまあそれが良かったんでしょうね、余計な活字の知識なしで、先入観なしであの浴びるようにね、何度も何度も聞いたので、なんか感触だけがこう残っていくっていうようなね。 そういう感じがしましたね。体にすり込むという作業というかね。まあ、そんな感じかな。うんはい、で、えー、で広しはさんがですね、ミスター、Mr. のぶちゃんさんにですね、こういういコメントを入れてますね。スプリングのジャケットデザイン、最高ですよね。やっぱ広ろ橋本さんもそう思われていますか。何もないところから、よくぞ生まれたあの仕上がり。 まさに神秘ですおやっぱり分かってんな、広瀬橋本さんもな、<laughs> ジャケットデザインとかね、うん、何もないとかよく生をれたあの仕上がり、まさに神秘で、うん、そうなんですよ。はい、で、うさんっていう方、う、う平仮名でうので、うさん、で、が広瀬橋本さんにこのように、 えー、コメントを入れてますね。内容も抜群に優れてますしね。そうなんです。内容も抜群に優れてるんですよ。うさんもさすがですね。そうなんですよ。スプリングいいんですよ。かっこいいとしか言いようがない。シャープ知的って、まあ、いろんな、なんか、形容する、なんそれらしい言葉がいっぱい出てくるんですけど、まあ、とにかく聞いてちょって感じですね。スプリングはね。もう、聞くたびに、 刺激というかなんかね新鮮な気持ちになりますよねいまだにね決してあのポップでもないし分かりやすくもない分かりやすいというのはつまりこうメロディメロディーしている鼻歌で歌えるっていうような意味での分かりやすさなんですけどもそういうのもなくむしろなんか結構ハードにグイグイ迫ってくるでもそれもあのコルトレーンのようなね あの音圧でどんどんぐいぐい迫ってくるという感じじゃなくて温度であるいはそういう音の数とか音量とかそういうなんか物量でぐいぐい迫ってくるってわけでもないんですよねなんかすごくあの神経になんか信号が鋭利に入力されていくっていう感じがしてですね まあすごく知的興奮が味わえますよね。なんかいいなって。なんか混沌としているようで、なんかすっきり整理されている感じもして、まあ、これはね、やっぱりすごい頭のいいドラミングだなと思います。<laughs> 頭いのいいっていうのはすごく <laughs> 頭の悪い表現ですけれども <laughs>、トニーのこのね、 このシャープなドラミングあってこその緊張感だと思いますよねだからまあ私ねこれ聞いたのがねジャコパストリアスの2枚目の「ワード・オブ・マウス」ってアルバムあるじゃないですかその1曲目の「のクライシスっていう曲があるんですけどこれあのジャコパストリアスがベーストラックあ打ち込みベースなんですよね TR で失礼しました TR ではなく TB でした ベースマシンってのがあってドク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 っていうね後にアシッドジャズとかにも影響を与えたっていうかこのローランドの TR があった失礼しました TR ではなく TV でしたローランドの TR があったからこそアシッドジャズが生まれたんじゃないかとすら私は思っているんですけどそういう打ち込みベースマシーンがあってドク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 ドド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  ドラマに聞かせたドラマそれに合わせて、で、ピアノの、まあ、例えば、ハービー・ハンコックにも、ドド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 に合わせて、適当に弾いてもらって、あと、ショーターとかにも聞かせて、ドドドドドドドって合わせて、ショーターがそれを吹くみたいなね。で、他の人が何を吹いたのか、弾いたのかっていうのは、聞かせないで、そのドド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 に合わせて、適当にインプロビゼーションしてもらって、それを後で合成して合わせて作ったのが、クライシスっていう、 のすごいかっこいいナンバーがあるんですけどもね。それが私ものすごく好きでね。あの、ベーシストでありながら、ベースマシンを使うっていうところもね、しかも1曲目にね。だ <laughs> かカトとトトトトタトトトトって、で、ジャコのベースすげーっていう人もいましたけど、<laughs> 私も一瞬、あこれ、やっぱ、ジャコすげえって思、待てよ、これって TR じゃんなんて思ったわけも、もんですね。確か TR だったと思うんで。失礼しました。TR ではなく TB でした。あの、確かね、ローランドのベースマシンの音というか、それっぽい感じだなと思ったんで、ベーシストなのに、あんな、ジャコだって弾こうとばあれぐらい弾けるテクニックを持ったベーシストなのにね、ドド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 って、ベーシストがいきなり1曲目から、 あのベースを弾かないで打ち込みのやつをね、やるっていうと発想がすごいよなと思いましたよね。だから、1曲目、1曲目じゃ1枚目のね、ジャコ・パストリアスってアルバムあるじゃないですか。あの、砲台ジャコ・パストリアスの肖像ですよね。えー、それは、ベーシストとしての様々な面を、あと作曲能力とかアレンジ能力とかもそういう、あと様々な、 一流ミュージシャンですジャンルの違うさまざまいろんな人たちを融合させて作り上げたぞーという素晴らしいアルバムなんですけれども2枚目の「ワード・オブ・マウス」っていうのはこうベースプレイヤーとしてのみならずもうなんか一音楽家としてねベースも弾くけど俺は作曲家でもあるし編曲家であるしもあるしプロデュースもするんだぜというようなですねもっとあの 1一楽器弾きにとどまらず音楽の表現者なんだぞということを表明しているんじゃないかなと思ったんですよね1曲目ベースを弾かベーシストがベースを弾かずにそうやってでいろんな人たちにあのインプロビゼーションをさせてそれを組み合わせるというですねだから楽器奏者としてよりもまあ DJ 的発想なのかねどっちかというとね組み合わせ的な発想 でプロデュース的な発想ですよね。あとスタジオでいろいろと試行錯誤をするミュージシャンっていうような発想に近い曲を冒頭に持ってきていると。だから単なるベーシストとしてだけ見てくれるなよというですね、じゃあこの意思表明のような感じがしたんですけどね、クライシス。で、あのそれがすごく私好きです、その混沌として。 だけどすごく何かあのみんなねアンサンブルじゃないんですよねあのハービー・ハンコックはウェイン・ショーターの音聞いてないですしウェン・ショーターもハービー・ハンコックの音をいて録音してないわけなのでで,で,でも偶発的にさまざまなインプロビゼーションをこうなんかぶさって後でこでトラックそれぞれのトラックをかぶせたり合わせたり弾いたりとかしていると立ち算引き算を繰り返しているうちにまた 新しい価値が生み出されてしまうというこの手法がすごく斬新で面白かったんですよね。まあそれはあれかもしれませんねあの上野浩二っていうねあの作曲家まあ戸賀淳の旦那さんですけどとかあるいは昔サロンミュージックもなんかキーボード系の雑誌とかでインタビューで語っていた記憶があるんですけれども例えばあの 何トラックも重ねると、まあ、34トラックとかいろんな音を重ねていくとだけど結局使うのはその中の4トラックとか5トラックしか使わなかったとするとじゃあ残りの20何トラックは無駄じゃないかって思う人がいるかもしれないけれどもその20何トラック無駄一見無駄に思える録音したことによって得られた残り少ないあの数なので トラックなのでそれはあのその捨てる過程捨てるにまで至る過程のその録音結局捨てちゃう音も無駄にはならないかというあの発想みたいな話をしていたんですけどねなんだ結局捨てちゃうんだったら最初から録音しなきゃいいじゃんってそれは違うんだといろいろ録音してみてで絞りに絞って最後に生き残った 素晴らしい音、トラックを見つけるまでの過程として最終的にはね、結果的には無駄だと思われる音も録音することは、あのそれは必要な過程であるというようなね、考え。ちょっと私、喋り方下手なので、もっとあのうまい言い回しをしていたんですけれどもね <laughs>、まあ、捨てるためにあの録音することは必要であるみたいな話ですよね。だからそれを前提にあのクライシスを聞いていると、 そうなんだよななんて思ってね例えばまあハービーハンコックとかのピアノの音とかいてあるところでピャンタランタダ,ダンって出てきたりとか時々で出てきたりとかするんで他にもっとたくさん弾いてると思うんですよねだけどジャコは大胆に削っちゃったり多分してると思うんですよね要所要所あのハービーハンコックの音が必要なところだけ多分あの フェーダーを上げて、ボリュームを上げてですね、出現させていると思うんですけど、その組み合わせのセンスがめちゃくちゃシャープでかっこいいなと思ったわけですよ。プレイヤーとしてだけじゃなくて、音を削るセンス、あるいは必要なところに音を当てはめていくセンスみたいな、レイアウトのセンスですよね、まあ。デザイン的センスと言ってもいいかもしれませんけれども、それのシャープさ具合にすごく驚いて、ジャコパストリアスっていう、 ベーシストというよりはミュージシャンってすごいなと思ったんですけどそれはそぎ落とすセンスみたいなものなんですよあ,のあるいはあの過剰に音を重ねてで本当にいらないものをもう大胆にバサッと切り捨てて残ったものをセンスよくつなぎ合わせるというねその手際の良さ鮮やか手際の鮮やかさみたいなものに私はとてもあの驚きを禁じ得なかったわけですよ。 それと同じようなシャープな感触が、ちょっと順番が前後するんですけどもね、それで、ね、クライシスすげえなと思っていたところに、その後にスプリング私を聴いたわけですよ。<laughs> だからもうびっくりしましたよね。ジャコがスタジオでシコシコ多分作り上げていったはずのやつが、生演奏であの世界観、あの緊張感がもう あの現出させてしまっている鮮やかさっていうかねその混沌としているんだけど本当にすっきり整理整頓されているようなあのスペースあと研ぎ澄まされたシャープさがあるなとすごい素晴らしい音響だなと思いましたね音楽という音響だな音響デザインだなと思いましただからそれをまあ若干二、ね、十歳ぐらいかなあの トニー・ウィリアムスが作っちゃうと、本当にこの人天才だよななんて思いました。でそこから感じられるところはやっぱりジャコと全く一緒であのジャコパストリアスというベーシストはやっぱりベース奏者としてもめっちゃくちゃ超絶すごいプレイヤーなんですけれどもそれにのみならずそういう音の配列みたいなもののセンスにも とととても出てもいるるころがあるなと思ったわけです、まあ、だからこそ、まあ、目立ちたいからっていうのもあるかもしれません、ね、ビッグバンドを弾いたりとかもね <laughs> していたりもしましたけれどもまあすごい足し算引き算が得意な音の足し算引き算まあ引き算のが得意な人だと思うんだけど足し算はどうなんまあでもその足し算の足す、あのー、変数もなんかねオセロモリのあのー スティールパンだったりとかね、なんか面白いものを足していくセンスもあったりはしますけどもね。で、それと本当にトニー・ウェルスも同様で、ドラマーとしてもびっくりするぐらいすごいドラムテクニックの持ち主、はっと驚かせるような場面がいっぱい出てきますもんね。マイルスの、あるいはフォアンドモアとかベルリン聴くだけでもね。で、そんなすごい、プレイヤーとしてもすごいのに、そういうリーダーになった時の その統率ぶりりだったりとかあるいはサウンドの方向性を他の自分たち自分よりも全然年上のミュージシャンたち先輩ミュージシャンたちに的確におそらく指示を出したあるいはどこまで細かく指示を出したのかわからないけれどもそのディレクションのうまさみたいのもきっと私は。 感動ししてるんでしょうねそういうこんな感じみたいなものとかね方向性みたいなのを示すのがとてもうまかったんでしょうねあるいはまあ言葉とか譜面とかはあまり使わずにドラミングそのものでもも自分のドラムそのもので演奏の方向性を示してそれで演奏者を鼓舞していった導いていったのかもしれませんけれどもね誘導していった感じもするしとまあいろいろと考えてしまいますけどねやっぱり。 まあ、センスがいいから楽器がうまいという、ね、考え方ももちろんできるんですけどすさまじくシャープなセンスの持ち主だなと思いましたねトニー・ウィリアムスはねでその音楽性が音楽がそのままなんかジャケットにも表れているというところがやっぱすごくて本当に奇跡のようなアルバムだと思いますねこのスプリングっていうね。 名前もかっこいいじゃないですか。春、スプリングって。<laughs> あの、まあ、スプリングはスプリングだし、まあ、春は春なんですけれども、このジャケットでね、このデザインで、この色合いで、で、小さく、あの、真ん中より下に、スプリングって、レイアウトされてると、めちゃくちゃ意味ありげに思えませんか <laughs> いや私だけそんな風に思うのは、スプリングなんですよ、もう本当、スプリングはスプリングのアルバムなんですよって、何言ってるか全然分かんなくなってきましたけどね、はい。で、ずっとそう思い続けていたわけですけれども、やっぱり同じ思いをあの抱かれているウさんとかね、広瀬橋本さんとかね、 あと、ミスターのぶちゃんさんがね、そのような思いを抱かれていることが、私はとても嬉しく、ああ、仲間がいたぜ、と同じことを考えている人、<laughs> やっぱり日本はにはいるもんだなぁ、なんて思ってちょっと嬉しい気分になっていますけどもね、えー、スプリングはいいよ、と。まだ聞いていない人は、ぜひ聞いてみてくださいね。すごいいいアルバムですよ、本当にこれは。うん、すごい。 まあ、ほらあのハードマップとかの文脈で聞くとちょっと違うなって思いますけどなんかはしごを外された感じにし,しちゃうかもしれませんけどねこうテーマがあってメロディーがあってそのアンサンブルしてそれであのそれぞれアドリブを回し合うというような発想での演奏ではないんですけれどもねだけどまあかっこいいとしか言いようがない演奏なのでぜひですねこのシャープさ で、ものすごい音のセンスの塊のようなアルバムを味わってみてください。ということで、えー、スプリングはいいよということで、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。